森島選手、まあもちろんこう超人気選手の一人じゃないですか。はい。ただ、なんかよくよく考えてみたら、あんまりこうプライベートの感じが分かんない。プライベートの話をこうする人がいないと思いませんか？喋るタイプでもないですし。そう、本人もこうベラベラ喋るタイプじゃないから、森島選手って普段どんな子なんだろう、どんな方なんだろうって確かに。気になっている方多いと思うんですよ。マル秘特ダネでございます。おお、これはもう世には出てない。出てないと私は思っておりますが、聞いたことないですね。カラオケ実は大好きで、歌うタイプなんです。そうなんすか。森島選手のカラオケのおはこはあいみょんです。マジで？歌声まさかめっちゃの可愛くて。女性の歌。そうなんです。うわすっごい可愛く歌うんですよ。で、チームメイトの一部からはカラオケに行った時だけモリミョンって呼ばれてます。出た、モリミョンって。マジですか？すそごれはちょっと初耳っすこね。れ、ちょっとぜひサポーターの皆さんは想像してね、楽しんでいただきたいな。ゴッホ君はその森島選手と行ったことはあるの？一緒に行って、そのモリミョンも実物見させていただいたし、カラオケも聞きました。マジで？なんで、もうほんと極秘特ダネというか、おお、カラオケ意外とこう歌うタイプなんだって。なんか引っ込み思案じゃないですけど、ちょっと恥ずかしがり屋さんで、そうなんで人の歌をどちらかというと聞いてるっていうタイプなのかなと思ったんですけど、マイクを握るタイプ。そうです。あいみょん、あいみょん、あいみょんです。だからカラオケの履歴とか見て、めっちゃあいみょん入ってたら、あれ、一つ前のお客さん森島かなって。 あいみょんで続いてると。ずっとあいみょん前のお客さん歌ってんじゃんみたいな。ちょっと人が変わった感じになるんですか？いや、本当にあのまんま照れながら歌うっていうスタイルがやっぱ可愛いんですよ。可愛らしい、本当に歌声で。初っ端からもうあいみょんでいくんですか？そうですね。でも女性のやっぱ歌なんで、結構こうキーも高くてむずいじゃないですか。それを頑張って歌ってる感じですね。じゃあうまく歌おうとかいうことではなくて、もうとそうにでかく好す。きなんですかね、だってあいみょんもうの曲が。自分の持ち歌ですからね、モリミョンなんで。モリミョンのマリーゴールドですから。マリーゴールドはモリミョンの歌だったんですね。そうです、そうです。モリミョンのマリーゴールドをあいみょんがカバーしたんです。実は。ファンからしたら聞いてみたいよね。いや、ね、これはね、だから小林さんも聞いたことないわけですよ聞いたね。ことないんで、なんかそれこそファン感謝デーとかいでや、ね。これが絶対に嫌がるんで、そうこだよね。の今ね、テレビを見てくださってる方も心の中にそっとしまっていただいて。でも、絶対今俺が喋ってるの嫌がってます。例えばですよ、スタジアムサポーターが森島選手活躍して、ね、ちゃんとじゃないですけど、こうマリーゴールドとか歌ったらちょっとね、あれ盛り上がりますよ、絶対。盛り上がりますね。森島のみたいな。ゴールを見たい。今のいいっすね。今のいいね。今の採用されそうですね。それはいいかも。いいっすよね。それは森氏も喜ぶかも。森島のみたいな。ゴールを見たい。他にもこう一緒に行ったりするメンバーっていうんですか？そうですね。それこそ五郎ちゃんとか、まあ行ったりとか、ジェラニレショーンとか、する。まあでも、まあ本当こう普通に聞いてる感じで、まあ無理やりこう誰かからパス出されたら歌うぐらいのタイプで、だから全員本当にこうモリミョンのライブを見に来たみたいな感じですね。お客さんすごいゴッホですね。で、五郎ちゃん、ジェラニで、ステージでモリミョンが歌ってるみたいな。モリミョンこっち向いてーみたいな。で、選曲とかこうリモコンに入れていくのも一番なんですか、大体。もうでも、結構森島選手があいみょん歌うのも知ってるから、チームメイトはいじりでこうなんか一発でいけみたいなので入れられることが多いですね。なるほどで、入れられたら、いや、もうやめてよって照れながらも歌ってくれる。もうワンマンショーです。誰が一番うまいの、その選手でいうと。選手でいうと、でもやっぱ五郎ちゃん声出ますね。普段から声出てますからね。マイクいらない五郎ちゃん。へえ。やっぱ声出る人って声やっぱ通るから、歌もやっぱ上手いんですよね。なるほどね。